はい、皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは人生も仕事も絶対にうまくいく大事なキーワードは〇〇〇〇〇○○○○ということで、はい、お伝えしていきたいと思いますえっ、ー、と、まあ、い,ろい,ろいろんなね話あるんですよお仕事もね人生もっていうところででキーワード今日はあるキーワードに着目をして お話をしてみたいというふうに思ってるんですけど先に結論を言うとですねそのキーワードは何なのかっていう丸4つですけどねそれはワクワクですはいでこのことについてねあの解説をしていきたいと思いますではこのワクワクが何で大事なのかっていうお話をねちょっとしたいと思うんですけれどもあのー、今週私ね、あのー、クラブハウスの 耳で聞くビジネス書ということで「耳ビジっていうところの、まあ、ゲストで出演してるんですけど、まあ、その中で、まあ、こ,のこちらの本ですね「えー、と感情時間術」っていう本をテーマにしていろいろお話をしているんですねで改めてその時にやっぱりワクワクは大事よねっていうふうに思ったんで、まあ、テーマに取り上げたんですけれども まああのこの「感情時間術」っていう本が、まあ、普通の時間術とどういう違いがあるのかっていうと一言で言うと、まあ、感情なので自分が楽しいと思うことを中心に時間を組み立てていきましょうっていう、まあ、そういうことをメインにして書いている本なんですよね。そうすると例えばなんですけれども、えーっとまあ、自分の夢とかやりたいこととかあるとするじゃないですか。まあ、例えば私の場合には 教室集客とか経営、まあのコンサルをやってますから、まあ、そういう人がね教室に来るようなことを教える人ではあるんですねそうするとまあ教室業っていうのはそもそも大抵の人はやりたくてやってるケースが多いんですよねこれはだから楽しいことを選んでるわけですよでけれども集客領域っていうのは、まあ、楽しくないっていう領域に まあいとい、まあ、いっていう人ももちろんいるし、まあ、その一環としてじゃあ例えば SNS 頑張ってあげなくっちゃとか一投稿だからあげようとか、まあ、義務感に、えー、苛いまれてとか義務感で仕方なくあげる投稿とか嫌いだけどやれって言われてるからあげるとか。 そういう領域って当たり前ですけどワワククしてなないいじゃですかご本人がそうすると考え方は2つでワクワクしてないものをワクワクっていう領域にどうにかすることができないかっていう工夫ですよね。例えば投稿の中でもこういうことしたらワクワクしないかっていうワクワクを自分で探した上で取り組むっていうこと。 これが1つ目もう1つは、えー、とそれと自分がゆ夢としてやっているものが連携連動しちゃっているのであればそれを全くやめてしまって成り立つんならいいけれども全くやめてしまったら成り立たないっていうのが見えているのであればそれをやらないっていう選択肢だってあるわけですよだから教室集,集客が辛くて教室やめちゃうとかね <laughs> 教室業やめちゃうとかそういう選択肢だってあるんですよ。だから あの辛い辛いでやっている、えー、っと集客っていうのは残念ながら投稿から何から全部つらい辛いオーラがにじみ出ちゃってるんですよ、おそらくおそらくですよ。これはご本人はそういうのは出してませんとか言うんですけれども圧倒的にですね楽しくやっているタイプの人の投稿と。 いやいや辛くてやってる人の投稿ってもう文章の行間にそれがにじみ出ちゃってるんですよ <laughs> だからあのだから投稿自体が苦でもなく自分が好きだからやってるっていう投稿を書いてる人の方に人ってやっぱり集まっちゃって集客しないと教室運営が成り立たない。 って思っている人だから集客頑張るっていう義務感で上げている投稿の人の方は今一つファンがつかないしあの、まあ、集客がうまくいきにくいっていうことになったりしますだからまずは自分が楽しんでることっていうのが当たり前なんですけど第一前提なんですよねでいやいやいや高橋さん楽しくないですよ投稿なんて って言っちゃったらねその人はちょっと勘違いしているのが自分の教室が流行るために投稿してるっていうことになったら楽しくないになっちゃうんですよだけどその自分の教室に来てくれる人がどうやったら楽しくなるのかどういうふうに伝えたらワクワクしてくれて わぜひお願いしますって言われるのかっていう視点から投稿してるのかっていう話になるんですよね。私今こうやって動画あのやってるじゃないですかこれ辛いかと言われたらいや辛くないんですよ全然あのだってこれ言ったらみんな役に立つよねこ,うこれ言ったら失敗しちゃうよねだからこうした方がいいよっていうのを伝えたいんですよ伝えたいだから別に辛くでも辛くもなんともないんですよ だからら本数上げられるんですけどねで。結果としてそれは私がどういう人を救いたいかっていうのが明確にあの想像しているし明確に決めている、まあ、例えば今こういうお話をしているっていうことは教室業の先生で集客をしてるんだけれども辛くてしょうがない SNS 嫌だとかって言ってる人を想像しながら 話してるわけじゃないですかその人はそれを思ってしまっていると集客が余計できなくなっちゃうからその視点を変えた方がいいよっていうのを伝えてあげたい伝えたいと思ってるからこうやって喋ってるわけですよだから私は救いたい人がいてでその人に伝えたいから伝えてるから動画を撮るのは苦ではないっていうのはあのそういう領域なんですよね。でもちろん こういういマインド的な話ではなくてあの本当にノウハウ的な話とかもしたりすることありますよ。でそれをするといやそれをしたらコンサル来なくなっちゃうんじゃないですかとかってそんなにいっぱい喋っちゃって大丈夫ですかとかいう方とかいらっしゃるんですけど全く問題なくてあのいやそれで救われちゃうんだったらそれでいいじゃないですかって思ってるんですよそのレベルで救われちゃうんだったらですよ。本本質的にはもっとととと深いいこころろか、か人が気づかないところ とかががが根本本的的ななな原因になっっててるケースとかかあって表層的なレベルは本人が気づくから、自分ででどうにかすすればいいんですよコンサルタントの価値っていうのは本質的な表層的に見えてる原因じゃないところをちゃんと見つけてあげていい方に向かう改善案を出すことがコンサルタントの力量とあとはまあそれが価値だと思っているので表面的に見えることでどうにかなっちゃうことなら別にいらないんですよ。 だ,だけど大抵の人は自分では気づかない人が多いからだからインタビューとか聞いてあげてそれを解決する方法を言ってあげる示唆してあげるっていう見つけてあげるっていうのがファインダーなんですけどね、まあ、それが私の役目と思ってるからそれを聞いて救われる人がいるんだったらそれでいいと思って喋っています。でそれれれによってあの救われたた感謝された じゃあ例えば、もっと困っちゃったことがある表層的なものじゃなくて深いところで困っちゃったよって言ったら私を思い出してくれればそれでいいと思っていてあの時助けてもらったからもっと大変なことがあったら高橋さんに相談しようって思い出してもらえることのために動画撮ってますでその時に頼ってもらえればいいやと思って表層的な部分はあのそれでうまくいっちゃうんだったら全然それでいいなというふうに思っているんですよね。はい だから動画を撮るのは苦じゃないんですでもっと言うと、あのー、さっきも言ったように人と虫は明るいところに寄っていくんですよ。ということは楽しく人生を生きてる人ってエネルギーに満ちあふれてるからなんかその人のとこ寄ってったらうまくいきそうな気がしませんかするんですよしちゃうんですよ。ということは寄ってきちゃうんですよ人が人が寄ってくる。 だから集客っていう概念が集めなきゃいけないっていう概念から集まる概念に変わるので楽しい自分といいことを伝えていると自然と人って集まりやすいですててととはは言言いいませんよ全てとは言えないでその根源になるのがまずは自分が楽しんでるのかっていうことがあるのであの人生も仕事もワクワクしてやった方がいいんですよ。 じゃあ、ワクワクしない場合にはどうしたらいいんですかって言ったらさっき言ったようにワクワクしないと勘違いしているものをワクワクできる側面を見つけてワクワクするのかそもそもワクワクしないんだったら捨ててしまうかっていうこと捨てたら辛いんだったらそのやらなくてはいけないと思っている概念を変えるっていうこと。 が必要になりますよねだから集客だから集めなきゃいけないって思ってる概念を勝手に集まるっていう概念に変えるためにはどうしたらいいのかまずは最初自分が楽しむですよね一つ目二つ目は来てくれる人が自分と同じようにワクワクして楽しくなるようなことを言えてるかっていうこと自分が教室やりたいからそのために人来てくださいねだと人来ないですよだって自分が。 やりたいからです <laughs> だからその来る人が楽しいことをしてあげようと思うと結構いろんなアイディアとか考えないといけなかったりします。だって楽しませなななきゃゃ来いいわけじゃないですかでそこをアイディアとかも出す必要があるし自分に負荷が大きい方が人は喜びます。 自分の負荷が大きい方がっていうことは自分が楽をするようにレッスン組んだり自分が楽をするように SNS を組むと人って来ないですよ。ちょっと負荷がかかったりチャレンジなことをする方が人はわーって思ってくれてありがとうって感謝されるから結果ととして来ることになりますだからどっちが先って自分が差し出すのが先。 ですよねでその差し出す時にいやいや差し出してると意味ないんですよいやこれやんないとって言われたから投稿してますとかそれだとダメなんですよ。自分から一応ダメだって言ってもまあ出だしの頃はそれがね考えられないのかもしれないけどワクワクしてる状態を外向きに出せるかっていうことが必要になってきます。なので あの例えば SNS で言うと、まあ、私は動画が得意なんで動画が一番よく使うし派生して文章とか作家ですから文章も書きますけどもね文章も書いていきますよそりゃでその時にどういうふうに書けば一番分かりやすく伝わるかっていうことを考えて書きますし動画もどういうふうにお話をすれば伝わりやすいかなっていうのを 考えて書きますしどういうテーマにすればみんなにとってあの業務改善になったりいいことになるかなって常に考えてます。まあ、それはほぼ趣味化してると言ってもいいぐらいな感じ。だから辛い領域ではないですね。でこれれはじゃあ最初かかららそうだったかったたて言われたら 最初からそうじゃないですよ。<laughs> あのこれ、ある領域になってからワクワクで楽しいし、どんどん発信していこうになったんですけど、じゃあ,あ、る領域って何なんですかっていうのは、やっぱり量質添加の法則なんですよね。量をたくさんやらないと質に変わらないんですよ。だから、ある程度の量をやるときには、ちょっと少しはそこはね、スパルタ的にやらなきゃいけないかもしれない。でも、本当は楽しんでやれるのがいい。 こんな風に言ったらみんな嬉しいかな楽しいかなとかって考えながらやるっていうところでも量がある程度必要なんですよである程度量がいくと今度質にこだわり始めてもあのうまく回り始めるのがコロ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 回っていくのでこの順番は必要かなと思いますだからめっちゃ楽しくって量を大量にやってさらにブラッシュアップってこれが一番いいルートではありますけれどもねで出だしに来るのが その相手の方がどうやったら楽しいかなっていうことを考えるってことは少なくとも自分がワクワクしてないといけないわけですあの誰かにプレゼントをあげた経験って多分皆さんあると思うんですよ。でしかもサプライズであげるときあれって結構楽しくないですか？<laughs> 私楽しいんですけど、えっ、ー、と要は相手がそれを渡したときに。 どういうふうに喜んでくれるかなっていうのを想像しながら、まあ、趣味とか好みとかあとタイミングとかを見てドンピシャなものを渡せてあの喜ばれるだからなんだろう人によっては有形物じゃなくて無形物の方がいい場合もありますよ、ねあのー、なんていうのかな まあ、いろんなケースとかがあるんですけどじゃあ例えばお酒とかなくなっちゃうものの方がプレゼントされて嬉しい人っていたりもの物が残っちゃう方が処分に困るみたいな感じとかねあるじゃないですか捨てられないとか言うとだからあの相手によってお酒とか消え,消え物がいい場合も当然ありますよねであと女の人で例えばお花を、ね、あげるにしても、まあ、観葉植物とかもそうなんですけども あの鉢物をあげて喜ぶタイプの人は世話ができる人なんですよだけど鉢物あげると枯らすっていうトラウマを持ってる人に鉢物あげると大変じゃないですか <laughs> どうしたら切り花の方がいいんですよど,どこかで枯れてその瞬間だけを楽しんでもらえるっていう感じとかだからそれは誰っていう人がどういう人でっていうのが分かってるからあげるプレゼントも考えてこの人どういうふうに喜んでくれるかなと思ってで実際に声をいただくわけじゃないですか。 プレゼントと感覚と SNS やっていく感覚って似ていてこういう発信したらこういうふうに喜んでもらえるかなって思いながらやっぱり想定してやっていくっていうのがいいと思うのであの辛い作業っていうのはちょっと見直さないといけないい,いい側面を考えられるかどうしても嫌だったら別にその教室業っていうところでやらなきゃいいっていうだけの話になっちゃうんですよ極端な話。だだけどそこをやっっていいきたいんだったんら あの出会える未来のお客様にとってどこまで自分が楽しみながらアプローチができるかっていうこの領域にあの感情の方を振っていかないとただ辛いだけの投稿っていうのはそのオーラをまとった投稿になりますからあの負のオーラですよ。だって あんまり楽しくないんだけど自分辛いんですけど教室来てほしいんだから投稿してますってオーラまとってる投稿を読んだ人が果たしてワクワクしながら来てくれるかって言ったら来てくれないんですよだからそうすると結局投稿自体も無駄になっちゃうからあのそこの自分のやっぱ感覚をまずは変えないといけないんですよね。 人を騙してお金を集める人っているじゃないですか。あの、そうすると、そのお金って恨みがこもったお金になっちゃうんですよね。そんなの持ってたら絶対に体悪くなりますよ。その持ってる人が、だから、なんか恨みっぽいようなお金。 とかっていうのは、集めない方がいいわけで、ってことは、恨まれない。喜んで払ってもらうお金を集めた方がいいわけですよね。人の方がお金も幸せだし、自分も幸せだし、ということは、喜んで払ってくれるお金っていうことは、喜んで払いたくなるようなサービスを提供してないと、喜んでお金払ってくれないですよ。それが一万円なのか、百万円なのかは別としてですよ。 100万円だからいやいや辛く払うのかって言ったら100万円を喜んで払う人に100万円の価値のあると思ってもらえるサービスを提供すれば喜んで10日で交換されるから恨まれもしないし喜んで払っている。でも喜んで払うという時は価値が大体いい上回っている時ですよね。払う金額よということはそういう内容のサービスにしなくちゃいけないしそういう気持ちで商品サービスを紹介していくっていうこと。 が必要になるのでその観点からやっぱり SNS 投稿とかもやっていく必要がある。ということはやっぱりにワクワクしてないと自分が自分がそのオーラがにじみ出ちゃうから楽しいことをやった方がいいですよ基本的には。うん、だからたい教室やりたい人って何かやりたいわけじゃないですか。 でその楽しさを自分が感じている楽しさを共感してもらえるように伝えるだけなので頑張って集客しようと思って伝えるとちょっとそこが歪んだりいびつになったりする要は集集客客ののための集客になっちゃうからですね、はい、そこはあの特に聴いてる側とかは敏感に感じ取っちゃうのがあるからまずは自分が楽しむその楽しみを一緒にしませんかっていう領域で発信できるっていうことの方がいい。 で私は楽しみだけじゃないですよコンサルタントだからでも私が嬉しいのは、えー、アドバイス助言によって人生が変わるっていうことですねその救いたい人にそ,その大逆転の絵を見ていくのがすごい楽しいからやりがいがあってやってるからその領域においてはちょっと辛いこともやってもらわなきゃいけないこともありますけどそれも含めて一緒に見ていくって。 いうのをあアドバイスのポイントにしていますのでその人が変わるワクワクが私はあるでその人も未来が自分の人生が好転していくワクワクを一緒に味わうっていうそこがあの一つの一緒に見ていく目標点になってますのでキーワード的にワクワクは外せないなというふうに考えております。はい とととといいいうことでままめに入りたいと思います、えー、人生も仕事も絶対にうまくいく大事なキーワード ○○○4 文字はワクワククです、えー、自分自身が楽しんでその観点からサービスとか全てを組み上げていくそれを発信するから人って集まってくるんだよ集客をしに行くんじゃなくて集まってくるという状況を作るというのが結構大事になってくるなというふうに思ってますのでぜひご参考にしてみてください。 それでは。